やばい、山手線超遅れた。あと6分。新幹線の切符がありません。新幹線の切符がすいません、スマート EX でこれで撮ってるんですけど、はい、信号カードに今ないやつ、ね、あっと撮ってる、乗りの登録はまだちょっとうまくお済みでなかったみたいなので、はい、これから僕の方、北口の方にはこれから新幹線モバイルスイカご利用ください、はい、携帯の方ですか、わかりました、こっちはもう生活になります、わかりました、出口は携帯でお願いします、どうもありがとうございます、行ってきます、すいません、ありがとうございます、やべ、あと2分、あ、やっとセーフ。9号車、6番、9号、上を押して3号車はどこだ、どうしてこんなことに、はい、こちらです、おっと、あ、古い方だ、あ、いや違う、スプリムや、やった、はい、ということで、皆さんこんにちは、ネタネタセオです、今品川駅におりまして、こだまのグリーン車で、京都まで今日は行きたいと思いますが、もう死ぬほど電車のチケットがもうパニックパニックで、とりあえず9号車まで急ぎます、今7号車、なんで私は電車で走るのが高いんだこんなに、コーヒー買います、美味しそう、楽しいね、買いました、
グリーン車用なんですごく快適というか広い全部がいいですね。お手洗いも結構綺麗です。快適なこだま号の旅でございますけれども、朝7時4分に品川駅を発車して10時34分に京都駅に着くというそういう新幹線なんですけれども、普通に早いのぞみ号で行くとなんと2時間8分で着くところを3時間半かけて私は旅に出ております。今回のお洋服は豆黒ゴーチとユニクロのセットアップ、黒いセットアップ、これシワにならないので素晴らしくこの夏大活躍なんですけれども、そしてトートバッグに2泊3日の夢と希望と荷物を詰めてやってまいりました。こちらのトートバッグは某ディオールのブックトートにそっくりなんですけれども、H&M で100分の1の値段で売られております。いろんな色があってガシガシ使うのに本当にちょうどいいので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回の関西旅の目的は2つあって、1つ目は大阪の W 大阪というホテルに泊まりに行ってハーリップ2というブランドとコラボレーションしたアフタヌーンティーをしに行くこと、そして行きしなの京都では最近大ハマりしているあの舞台を見に行こうと思っております。京都旅と素敵なホテルの Vlog もこの後あげますので、ぜひお楽しみにしていてくださいね。着きました。はい、ということで着きました。京都よかった、無事乗れて、本当にそこ最後まで見ていただきありがとうございました。この後はね、私のどハマりしているものを今日は京都に見に来たんですけど、本当にそれだけなの。一緒に京都旅行きましょう。面白かったと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。わー、マジでありがとう、品川の駅員さん。さて、方向音痴頑張るぞ。